はい、M ロングスプリンター様のさんの質問に答えたいと思います。股関節からのキックができませんということですけども、これもですね、意識するしかないんですよ。で、ただ股関節を活性化させるエクササイズっていうのは結構たくさんあるんです。それはなんていうか、いわゆるスタティックなストレッチ、ゆっくりやるストレッチですよね。逆にバリスティックなストレッチ、これ初動負荷みたいなもんですけども、から行う方法もあるでしょうし、いろんなその股関節の意識を高めるエクササイズありますので、そこからですね、それをまずやってから走りに移行するといったトレーニングの組み立てですねをしていけば、だんだんできるようになっていきますので、ぜひやってみてください。で、股関節っていうんですけども、一口にみんな股関節って言ってですね、分かった気持ちでいるんですけど、それは違う。股関節ってね、内転外転があるし、内旋外旋もあるし、伸展もあれば屈曲もあるっていうことですから、股関節ちょっと私の足移しますけど、ね、当たり前だけどどういう方向にも動くでしょ。で、スプリントっていうのはこういう方向じゃない、こういう方向でも、こういう方向もやっぱり柔らかくしてスムーズにしておくと、まあ潤滑油を足しておくとっていうかな、そうするとこっちの運動がすごくしやすくなるでしょ。だからこっちをまず柔らかくしておいて、でこっちをアプローチするとか、まあそういった方法でですね、ぜひトライしてみてください。これもですね、いい方法っていうのは存在しません。なんていうかな、これをさえやれば速くなるよっていう方法ないので、自分で想像してみてください。私が紹介している一本歯の下駄によるエクササイズですけども、今度近いうちに紹介したいとは思ってるんですが、このエクササイズも股関節を、活性化させるには非常に有効的なエクササイズではあると思います。ぜひ近日中にブログ更新しますので、そちらをご参照なさってください。それではまた。